いつも動画でさ、スイングはさ、縦の動きと横の動きしかないっていうじゃん。うん、それ、つまりあれ、こう、斜めに上げてる人がいるっていうこと？斜めに、斜め、ほんとね。平井博明の、ワンナップゴルフ。要は 2D しかないのに 3D にしてる人がいる。おう。これ 3D でしょ。縦横、あ、前ってこと？そう、前とか後ろが出てる。はいはいはい。奥行き出してる。なるほど、うん。あ、そういうことか。体に対して前後ろはないんだ、前後。ない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 。あ、そういうことね。それは前後ろは回転じゃない。あ、はいはいはい。だから手元で前後ろをこうやって作ってる。こうやって。そういう意味なんだ。だからさ、こうとさ、うん、こうしかないよ、うん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 。で、その横っていうのは体の回転じゃない。うん、で縦を作るのって手じゃない、うん、それにこうねじれを悪いねじれ多少はねじるから別にいいんだけどそれがいい方に働いてればいいんだけど悪い方にねじれを加えたりとか、うん、あとこうちょっとこう本当に直接斜めを作っちゃったりすると、うん、縦と横から外れちゃうんだよねそうするとスイングプレーンから勝手に簡単に外れちゃうから、うん、あそういうことなんだ、うん、前傾をして何も考えないでこうやって振った時にあり得る場所とありえない場所があるっていう。だそのありえない場所に行ってるっていうのは、勝手に斜めを最初から作ってる。はあ。できるものだから斜めは、自分から作ったら斜めじゃなくなっちゃう。うん、だから、ここに行けばいいんでしょって言って、こうやって斜めを作って、例えばこれ体回転したら、この位置関係になるわけじゃん。こっからバックスイングを取ったら、それはオーバースイングになったりとか、なるよね、クロスするよねとかってなってきちゃうから、うん、そういうものは良くない。縦と横ができなかったら振り遅れるからね。あ、そうなんだ。うん、こうやって入るから。通常ないところにクラブがあるから戻ってこれないよねって。そう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 。戻ってこれないね。そういうことか。それはあれなの？なんかやっぱり何か入れちゃってるとそうなっちゃうの？いや、何か入れちゃってるっていうか、ワンナップゴルフは戻せっていうじゃない？うん、その戻せっていう言葉、うんうん、クラブが要は6時を指せっていう言葉がどれだけ薄っぺらいかってこと。もうめっちゃくちゃ大事なことを言ってんのに、うんうん、分かった戻せばいいんでしょうぐらいでやってる人は結局戻んないから、うん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 、戻らないんだからって絶対に、うん、だから戻そうとしなかったらダメよってことをもっと分かった方がいい一生懸命戻そうとしたらクラブって立ってくるわけよこうやってはいはいはいそうだけど戻るでしょうぐらいの人ってずっと寝てるから、うんうん、要は斜めを作ったまんまインパクトに向かうからもう一生戻んないからあ、それがもう縦と横じゃなくなっちゃってる。なくなっちゃってる。要は斜めのままこうやって降りてきてる。ああ、そういうことなんだ、うん。だから立てようとしたら戻るし、戻そうとしたら立つわけよ。縦になるわけよ、クラブって。うん、こうやって。だけどそれをやりすぎるのが良くないから横の回転を加えて斜めにしてるわけじゃん。縦の関係をこうやって斜めにしてるわけだ。こうやってなるんだから。はいはいはいそう。あ、これ回転しなかったらこう来るわ、縦に来るわけよ。そうか。あ、じゃあトップから、うんこうインパクトに向かう中で、うん、縦の動きで戻そうとするのが回転してるから斜めになってるっていう意味なんだ。そう、だからこうやって入ってくる。それをじゃあそうか、腕とかで作ってるわけじゃない。あ、斜めで作ってるわけじゃないんだよ、うん。トップ作るじゃない、うん、で、こうやってトップ作るじゃない、うんうん、こっから下ろせっつったら垂直じゃん。はい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 、はい。で、回転しろっつったら横じゃん。あ合わせるから。合わせるから、こうなるわけじゃん。あ、そうなんだ。ああこうやって、切れる。そういう意味なんだ。そうそうそう。で、それで、フェード落ちたかったら、シャフト一本寝かせて、立たせてとかやるわけじゃないドローだったらシャフト一本。そう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 。そういうことか。そう、その調整をしてんだ。あ、ダウンスイングで関係してくるんだ。そう、だから。俺、上げるときなのかと思ってた。いや、開けるときもそうよ。いや、そうなんだけど、うん、それでもう全然振り遅れる、遅れないが出てきちゃうんだ。出てくる。回転したら降りないから。で、降りたら回転しないからとか、そういうものが、こう、ダウンスイングで喧嘩してるわけよ。そうか、そうか、そうか。ちゃんと戻そうと思ってたら、うん、勝手に立たせるんだから、うん、考えないわけだ、その、うん、だから斜めを。そう。だから、縦の動きが赤で、要はダウンスイング、クラブの動きが赤で、うん横の回転が青だとしたらきっちり紫にならなきゃいけないわけよ、うん、それがどっちが勝ったりとかすると、うん、綺麗にこうやって斜めにボールに対してこうやって刺さなくなるわけよ、ええうん、だから自分で斜めを作るものではないのだけど全部斜めに動いてるの
常に縦と横だから。それもなんだ。そう、だから縦と横に動くことはないの、絶対ね。だけど縦と横に動いて、同時に動いてるからずっと斜めだ。はあ、それは結果的になってるってことなの？結果的になってること。だから体の動きとか言ってんじゃねえぞって言ってるの。なるほどね。ああ。細かく言うとそれこそだったんだね。そう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 。っていうのが、うん、俺たまに遊びで打つじゃん。うん、俺アドレスからさ、トップのところ、ここに上げるときに、うん、斜めに上げてる感じがするの、自分では。でもそういう意味じゃないんだよね、うん。そういう斜めに上げてるでしょっていうことじゃないんだよね。アッパーの方で気づいてる人は何人かいると思うんだけど、うん、俺ワックル入れるときに縦に入れるんだよ。こうやって。こうやって。うんうん。そう。こうやってワックルしないんだよ。ああ、そうなんだ。こうやってワックルしないからさ。手だけでやるから、はいはい、だから縦だけなの。こうやって。こうやって。あ、小さいから分かんないけど。そう、分かんないだけで全部縦なの。これ、例えば完璧にバックスイング斜めに取ったら、ワックル入れるって言ったら、うんうん、あ、こうやって。そうか、そうか、そうか。こういう仕草しないでしょ。しない、しない、しない、しない。だから。結構奥深いんだね、この縦で。パターもそうだから。出た。違うよ。パターは、こうだから。うん、あ、いる。匂い見えてないけど。今、トール君は、こうやってやったんですよ。パターはそうだから。シーソーがやった。シーソーが大事だから。言ってんだ、それって。そう、だから、パターのヘッドも、この間、ね、うん、水曜日か金曜日動画で上がったけど、うん、ここじゃなくて、こっちですよって言った。うん、斜めっていうか、が出来上がるのは、そういうことだから。うん、でもそれ、意識して縦と横しかないんですよって教えるの？分からずやには教える。それでも分からずやは理解できるのかな、うん、理解できる。あ、できるんだ。できる。その形全部やるから。ここ行った時にこれはダメ、うん、これはいい。ここ行った時にこれはダメ、これはいい。こうなった時にこれはいい、ダメっていうのは全部。で、なんで体がこうなってるからダメで、クラブがこうなってるからダメでっていうのを全部言うから。それはでも縦横以外だからダメでって自覚できるもんなの？その人たちは。ね。それともこういうのがダメなんだって。今まで一人もいないからわかんないんだけど。あ、いないんだ。いたら言う。でも3時間コースになっちゃうね。そう、ちゃんとやりたいから、それは。そんでもなんか別のこと意識したら治りそうな気すけどね。やったかな、あのこうお尻上げないでテイクバック、まだやってないか。分かんない。あ、これからやるんだけど。それでできるようになる。でも自分がこっちタイプなのか、うん、こっちタイプなのかにもよるんだよね。はいはいはい。要はどっちが強いか。うん、それがそうなのね。そう。そう。だから完璧に斜めに動いてたら逆に言わないのかもしれないし、その辺はちょっと分かんないんで見てみないと分かんない。あの縦が強かったら今の話して、うん、今のトール君からの質問の話全部して、うん、なんとなくのね、うん、で横の動きが強かったらまた同じ話をしてっていう感じかもしれない。だからどっちみちでもするこの斜めのことの説明は、うん、そこに触れてないといけないよっていうことはする。なんかその操作難しいなと思って。難しいね。結果論でいいの全部。ああ。うん。そこを意識してチェックしなくては全然いいから。あ、そうなんだ。うん。なんで意識しなく、意識 した方がいいっていうか、意識しなくていいって言ったのは、うん、結局コースで意識できないからってことなの。俺が言いたいのは。だから違うところで意識した方がいいよねって。だから、その、絶対なるポジションってあるじゃない。例えばトップの位置とか、うん、はい、テイクバックの一瞬とか、うん、そこって意識はできるから、うん、そういうなんかこう確実に、この辺とかって無理じゃん。うん、だから。特に途中は無理よ、ね。そう、途中無理。だから、アドレスとか、角度を意識できるよう、止まる場所を変えると、うん、そういう綺麗な斜めが出来上がることがある。ああ、だからトップはここに上げる意識で上げてねとか、うん、そういう教え方をする。そう、する、するな。そうすると途中ができるから、うん、そっちで全部やってる。そうだよね。だからそういう教え方で治るから、うん、縦と横でこうなんだよって言わないで治してるっていう感じだ、うんうん、そうだね。でもその縦と横の理解は絶対後々した方がいいよね。あ、そうなんだ。で、上手い人は分かってるの？分かってる、絶対。絶対分かってる。なんで縦と横で斜めが存在してるのかってこと。だから混ぜるから斜めが存在してるって絶対言えるから。なんかコメントでもあったよね。コメントだっけ？縦と横の動きしかないですもんね。あ、誰かが。え、
俺あるある記憶ある。あるよね。誰かもらった。多分サロンかもしれない。だからそれ分かんだと思って。うん、まあアッパーさんはね。うん。そりゃそうよ。そうか。うん。でも本気で戻そうとしてたらその動きに近づいていくってことね。うん。アッパーさんは絶対するね。そういう質問は。と言ったって先に斜め作っちゃえばいいじゃんっていう意見を思ってる方も いらっしゃると思うんだけど、うん、うんとね、そこもうちょっと詳しく言うと、うんうん、結局先に斜めを作ると、うん、体が回転しない斜めも出来上がっちゃうわけ。ああ、腕だけで斜めに上げられるでしょってことか。そう、はいはい、それがうまくいきました、うん、って言ったら、うん、例えばじゃあ腕の手首の斜めを作って、うん、じゃあやっぱりもうちょっと肩を回転しようって言って体回った時の腕の感覚でいるとここにあったものがここに来るわけ。あ、そうだね。そう、そういうことがないようにしなきゃいけないわけ。うん、そっかそっかそっか、うん。なるほどね。そうだから自分からもう近道をして斜めを作ったらそういう誤差が出るってこと。そうだね。うん、だそれをなくさなきゃいけない。ああ。そっか、いつでも同じ動きをできるようにするには、そう、減らした方がいいんだ。そう、それはもう100ギリだろうが、うん、80ギリだろうが、うん、関係ないからレベルは、あ、全部一緒。そっか、うん、そっか、その調整する、考え方だから、調整するものが、うん、縦と横以外のその前後が出てきちゃうと、うん、3つ調整しないといけないから、うん、同じところに上がんなくなる。上がらなくなる。けど縦と横だったら2つだけだから、うん、そこに行きやすい。そう、行きやすい。どっちかのストッパーかけときゃいいからね。うーん、そうなんだ。うん、あ、そっか。そう、だってそれ以上上がんないから、それ以上回んないってこと。そう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 。だから、バックスイングだったら上に行く力しかないわけじゃない。うん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 、だから、下にやっとけばブレーキだし。うん。右に回ることしかないから、うん、左に回ればブレーキだし。だからその2つしかブレーキかけないわけ。うん。そういうことが、スイング中起こってる。そうなんだね。うん。縦と横。あれ、だからその話聞いたところ中島みゆきさん出てくるのかなと思ったんだけど、まあでも、うん、さすが、ね、さすが徹くんす。いやいやいや、ふと思ったの、斜めに上げるしなと思ってバックスイング、うん、まあこれもあれだね、質問されなかったら別に多分俺は喋らなかったかもしれない。そうだね、そうだとは思ってたけど、うん、初めて生まれて初めて言ったね、斜めに上げてんなと思ったけど、そっか、クラブは斜めになんだもんね、縦と横で動いたら。そうそうなん、斜めのこと言ってんじゃないんだよね。そうか、3D のこと言ってるんだ。それ、そう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 。そういう意味か、分かんなかった。そう。だから、この 2D だったらさ、うんうんうん、これとさ、うん、これが一緒になるわけじゃん。うんうん、そう。だからそういうのが、こう、しっかりと、これもそうだよね。ああ。だからそういうのが分かってくると、うん、スイングの、その考え方とか、整え方も、絶対変わってくるから。なるほどね。うん。まあ、でも、やってれば分かってくることだから、うん、まあ考えながら自分でこう、ああそういうことなのかなと思いながらやるのも楽しいかもしれないですね、うんうんうん、まあ今回は糸の歌のですね、まあ作り方というか、そうだね、幸せって呼ぶ、そうそうです、そうです、そうです、そうです。なんでまあちょっと縦の動きと横の動きの説明をですねちょっとしていきました。ちっちゃい動きだったら多少先に斜めを作って、それを作るには体がどう回転したらいいのか、クラブはどう動いたらいいのかっていうのをその後追いかけるでもいいんですけども、こう作り上げるものとしてはこうしっかり縦と横の動きしかありません。それをしっかりやってくださいってことなんで、まあ、それを意識して練習してみてください。気に入っていただけたらチャンネル登録とグッドボタンの方よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。